こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは SBI 新生銀行キャッシュプレゼントプログラム解約のお知らせとなります。さて、日は6月14日金曜日となります。まずはじめにキャッシュプレゼントプログラム内容変更のお知らせが届きました。今回はなんと残念ながら解約のお知らせとなってしまっております。二つ目は銀行ぐるぐるポイ活への影響について詳しくご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。本日の動画でお伝えしたいことは3点となります。1点目です。6月14日 SBI 新生銀行よりキャッシュプレゼントプログラム内容変更のお知らせが届きました。2024年8月1日プログラムエントリー分よりプレゼント金額を一部変更、解約のお知らせとなっております。2点目です。他行からの振り込みを受けると以下の通り現金プレゼントであります。現行ルールにつきましては最大250円ゲットすることができておりましたが、8月1日以降新しいルールでは毎月最大100円まで落ちてしまいます。月間あたりマイナス150円となっております。3点目です。振込回数や振込金額には変更がありませんでした。新ルールでは1回あたり1万円以上の振り込みを5回受けますと毎月最大で100円獲得が可能となっております。つまり本日の動画獲得金額が減ってしまいますが、まだまだ魅力的な銀行ぐるぐるポイ活をご紹介してまいります。そして今回の発表内容では外貨積み立てに関しては改善となっております。7月までに関しては毎月最大500円の獲得が可能でありますが、8月以降につきましては毎月最大1000円の獲得となっております。なお外貨積み立てに関しまして、購入後即売却することでこの1000円部分のみを獲得ができるのかまだよく分かっておりません。なお外貨積み立てに関して注釈が記載されております。複数の引き落としがあった場合は合計金額に対して現金の付与を行いますと記載があります。つまり1回の引き落としの場合については現金付与いただけるのかがまだ分かっておりません。もし1回の引き落としの場合で毎月1000円獲得ができましたら、これはポイ活を始める大チャンスということも言えるかと思います。もし実施したことがある方はぜひともコメント欄から教えてください。目次2つ目は銀行ぐるぐるポイ活への影響をご紹介いたします。ご覧の表は当チャンネルおすすめの振込入金を受けますとポイントがいただけるような銀行の一覧となっております。この中に今回の SBI 新生銀行も含まれております。1回あたり1万円の振込を5回受けますと毎月250円ゲットができておりました。8月以降につきましては毎月100円のゲットに減ってしまいます。年間あたり1200円となっております。そしてご覧の表の通り全部の銀行を行いますと年間あたり2万400円相当のポイントをゲットすることができます。さらに1800マイルもゲットが可能となっております。ですがこちらのポイ活の最大の弱点はとにかく振込回数が多くなっております。ご覧の表の銀行を全部行いますと91回の振込を受ける必要があります。この91回の振込をどのようにして無料で振り込むかが課題となっております。では91回の振込につきましてどのようにすれば無料で振込することができるのか概要図でご説明いたします。今回対象の SBI 新生銀行につきましては5回の振込を受けますと毎月100円ゲットができます。この5回の振込につきましては住信 SBI ネット銀行からの振込をご紹介しております。なお住信 SBI ネット銀行ではランク3を獲得いたしますと毎月10回まで振込手数料が無料となっております。住信 SBI ネット銀行から1万円を5回に分けて SBI 新生銀行に振り込むことで毎月100円をゲットすることができます。そして SBI 新生銀行に貯まりました5万円のお金につきましてはさらに楽天銀行の通常支援と第一生命支援に振り込みます。5000円かける5回に分けまして合計10回の振り込みを行います。なお SBI 新生銀行では6月1日からダイヤモンドステージの場合は10回までの振込手数料無料となっております。次に楽天銀行に貯まりました5万円のお金につきましてはエアウォレットを活用いたしまして送金手数料無料で住信 SBI ネット銀行に資金を移動させております。なお楽天銀行の場合は給与口座の指定がありますと毎月3回まで振込手数料が無料となります。
給与口座の指定がない方についてはエアウォレットで送金手数料無料で資金移動をお勧めしております。そして SBI 新生銀行では6月1日よりダイヤモンドステージの方であっても毎月の振込回数は50回から10回に減ってしまいます。これに伴いまして三井住友銀行やみんなの銀行への振り込みができなくなってしまっております。そこでご紹介しておりますのが au 自分銀行のプレミアムステージで15回振り込み無料となります。これを活用することで三井住友銀行では毎月200ポイントみんなの銀行では毎月100円ゲットすることも可能となっております。なお au 自分銀行のプレミアムステージにつきましてはお金をかけずとも簡単に獲得することが可能であります。こちらの関連動画で詳しくご紹介しております。さらに au 自分銀行につきましては自分プラスというポイント制度もあります。こちらのポイント制度を最大限活用いたしますと年間あたり5160ポイントの獲得が可能となっております。詳しくはこちらの関連動画でご紹介しております。本動画の概要欄に URL を貼り付けておきます。そして6月からは嬉しいニュースもあります。ジャルネオバンクでは新しいポイント制度が開始されました。銀行グルグルポイ活で年間あたり1800マイル獲得が可能となっております。こちらの関連動画につきましても本動画の概要欄に URL を貼り付けておきます。では続きまして全自動銀行グルグルポイ活への影響も確認いたしましょう。なお先ほどご紹介いたしました手動の銀行グルグルポイ活との違いでありますが、みんなの銀行については全自動化することはできなくなっております。みんなの銀行につきましては毎月10回の振り込みを受けますと100円ゲットすることができます。年間あたり1200円をゲットすることが可能となっております。指導の銀行ぐるぐるポイ活ではこの1200円もゲットができますが、全自動化する場合についてはこの1200円がゲットができません。年間あたりですと 19,200 円と1800マイルを獲得することが可能となっております。ご覧の概要図は全自動銀行ぐるぐるポイ活であります。今回対象の SBI 新生銀行につきましては8月1日から100円ゲットすることが可能であります。振込元につきましては住信 SBI ネット銀行通常支店のランク3無料振込回数10回を用いまして自動振込で SBI 新生銀行に振込をすることで毎月自動的に100円をゲットすることが可能となっております。そして SBI 新生銀行に貯まりました資金につきましては住信 SBI ネット銀行側の定額自動入金の機能を用いまして資金を回収いたします。この通り全自動で資金をぐるぐる毎月移動させるだけで100円ゲットすることができるのが全自動銀行ぐるぐるポイ活となっております。なお全自動銀行ぐるぐるポイ活につきましてはこちらの関連動画で詳しくご紹介しております。総集編ということで2024年1月時点のデータを用いておりますが、まだ仕組み自体は利用ができるかと思います。こちらの関連動画につきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けておきます。